青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。こんばんは、婚活料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて青木さん、新型コロナウイルスの影響が各地各業界に出ておりますが、この番組でも何か取り組むべきかと考えましてですね、いろんなところへの自粛で結構子どもさんやあとテレワークとかでね、あの自宅でお仕事を強いられていらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますので、自宅にいる子どもさんと一緒に作れる簡単なメニューいくつかねご紹介いただければと思うんですけれども。なるほど、はい、そうですね、包丁とかね使わない、あとは火使わないっていうところですと、きゅうりのたたきとかどうでしょうね。きゅうりのたたき、あの簡単に作るっていうことをね、テーマにするのであれば、あのきゅうりをですね雑巾ひねるみたいにひねって割ってもらうんですね、食べやすい大きさに、でその後ですねお塩かけてもらって、であのしんなりしてきますので、水分出てきたら水洗いして、でそれ水分取ったらドレッシングかけて完成っていうものとか。お、簡単。あとはね電子レンジ使ってあさり豆腐、アサリ豆腐難しそうですけどね、これね意外と楽で、アサリの砂抜きはちょっとねあの、まあ、時間もかかるのでお母さんやってもらいたいんですけれども、あの砂抜きしたアサリをですね耐熱皿に入れて、でお豆腐もね一緒にアサリと一緒に入れてもらったら、軽く大さじ1杯ぐらいのお酒を入れて、あとは塩をね少々振ってもらったらラップします、で 5,6 分電子レンジでチーンってするだけ、これで完成という、それだけ確かにそうですよね、包丁とかも使わなくていいですし、電子レンジでピッと押すだけでそうなんです、できちゃう。これだったらお子さんと一緒にね料理楽しむ食育なんていうのでもいいかなと思いますので。そうですよね、まあ本当にこうお料理というところで簡単にできるところすごい大事ですよね。そうですね、でちっちゃい時からこうやって料理に慣れていくと、まあ、料理って楽しいなっていう感覚も身につきますので。確かに、ぜひ ねこの機会に皆様やっていただけたらいいかなと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。さて改めまして、愛され召し上がれ、この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、婚活料理カウンセラーの青木由美さんがラジオを聴きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組となっております。今回もいろんな情報盛りだくさんでお送りしてまいりますので、お楽しみください。それでは今回最初のコーナーは、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していただくコーナーです。そして残り物3段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今日の食材は何でしょうか。今回はですね、生椎茸についての3つのレシピご紹介していきます。生椎茸、あの椎茸って秋、いわゆるキノコだから秋のイメージある方多いと思うんですけど、実はね春も旬なんですね。そうなんですね、でこの椎茸、ほぼ無農薬で栽培されてますので、あの風味保つためにも洗わなくて大丈夫です。そうなんですね、洗わずにですね、汚れが気になったらちょっとねペーパーとかで拭き取る程度で OK ですので、それだけでいいんですね、じゃあ早速、今回の3つのレシピですけれども、まずは椎茸の肉詰め、そして椎茸ステーキ、そして椎茸となめ茸の炊き込みご飯、この3つです。美味しそう。まずはね肉詰めですけれども、これ椎茸と市販のハンバーグだね、スーパーで売ってますので、あのあと焼くだけっていうやつですね、でまずは椎茸の軸を切り落として、であの裏側のね傘の内側の部分に薄力粉をまぶしていきます、そしてハンバーグの種をその裏側にですね詰めていきます、そしてフライパンに油を入れて中火で熱してもらったら、お肉の面から焼き始めて、焼き色がついたらひっくり返します、そして蓋をして3分焼いたら完成です、これねお好みでお塩かけたりですとか、あと醤油かけてお召し上がりいただければと思います。ポイントはまあ肉の方から焼くというところですよね。そうですね、そして2品目、椎茸ステーキ、こちらは椎茸、
ニンニク、はい、オリーブオイル、塩コショウ、これだけで作ります。へー、これね、あの名前の通りステーキで焼くだけなんですけれども、はい、ニンニクは薄切りします、はい、そして椎茸の軸を切り落として、はい、あの傘の部分、上のね部分に格子状に切り込みを入れていきます、はい、格子状に、はいはい、でフライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて弱火にかけて、うん、まずは香りを出していきます、うん、ちっちゃい泡がふつふつと出てきたら、はい、香りが出てきたっていうことですので、はい、ひっくり返して傘の面から両面を焼いていきます、うん、塩コショウで味付けて完成と。なるほど、これねニンニクの香りがあってね香ばしいステーキですのでね、うん、あ確かにちょっと本当にステーキそのものをねこう格子状にね、切り込み入れてやってますもんね、イメージ湧きやすいですよね、そして3品目、はい、椎茸の炊き込みご飯ですね、うん、こちらは椎茸が3枚、はい、そしてなめ茸の瓶詰めが1/2瓶、うん、でツナ缶が1缶、はい、お米が2合、うん、お醤油が少々です、簡単っていうか調味料それだけなんですね、うん、これだけでいいんですね、でまずはお米を研いで炊飯器のね、はい、内釜に入れて指定の量までお水を入れてもらいます、うんうん、はい、次にですね薄切りした椎茸と、はい、なめ茸の瓶とツナ缶を入れていきます、はい、そしてお醤油を少々ね回し入れたらば、はい、炊飯器のスイッチ入れて完成と。簡単だなあとは炊飯器が炊いてくれますのでね、この炊き込みご飯ってやっぱりね、うん、いろんな野菜切んなきゃとかっていうイメージあると思うんですけど、ありますね、これはね開けて入れるだけみたいな形なので、うん、料理できる感が出せるっていうものもありますので、彼にね、はい、ちょっと差し入れで持ってくなんていうのにもおすすめの一品ですね。具材もたくさん入ってますしね、なんかこの炊き込みご飯だけでもちょっと楽しめそうな感じがしますよね、これもねそれこそお子さんと一緒にね、作るなんていうのもできますしね。そうですよね、まあ味付けがお醤油だけというところできっと、まあ、お好みによってね。そうですね、いろいろ味加減というか、変えていただくっていうのもまた楽しいかもしれませんね。本格的にしようと思ったらね、お酒とか入れていただいて味調整するといいですし、なるほど。いや椎茸って生のね椎茸、こうやっぱりちょっと炒め物とか、そういうイメージがやっぱり強かったんですよ。でも実際この肉詰めが一番今回はちょっとびっくりしましたね。なるほど、確かにね、ピーマンの肉詰めっていうのはよくね聞いたことありますし、自分自身でもよく作ったことあるんですけど、椎茸の肉詰めってどんな味がするんだろうってねね、ちょっとね試してみたいかなというふうに感じますけれどもね、詰めるだけですしね。そうですね、あとは椎茸のステーキ、この熱いじゃないですか、結構分厚いじゃないですか、傘の部分食べ応えもありそうですよね。そうですそうです、ちょっとねダイエットしたいななんていう方にもいいかもしれない、春ですし、この機会にねぜひやってみたいかなと思いました。いや今回も美味しそう、そしてすごくこうね取り入れやすい3品ね、ご紹介をいただきました。ありがとうございます。ぜひ作ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん生しいたけを使った追加の一品おすすめです。以上冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回はですね、はい、まあ、こんな時だからこそね、家族でご飯が食べたくなるデイキャンプグッズのランキングをご紹介していきます。いいですね、家族でねみんな揃ってっていいですよね。そうですね、まずじゃあ第3位、はい、グリーンハウスさんのワンタッチビールサーバー、アマゾンで税込み1548円の商品です、これはですね、はい、ビールのカンカンの上にセットするだけで使えるビールサーバーなんですね、お店の味が味わえるんですけれども、超音波で1分間になんと4万回も振動するので、クリーミーな泡が出るというね、お父さんも嬉しい商品ですね。いやこれは嬉しいです ね、しかもその缶にセットするだけだから持ち運びも軽いってことですよね。軽くてちっちゃくて楽ちんです、そしていいです、ね、第2位、はい、サーモス株式会社さんの、はい、
シャトルシェフ3リッター、こちらはアマゾンで税込み8845円の商品です。シャトルシェフ、これね、はい、あの取っ手付きのバケツみたいな形でですね、持ち運びができるあの保温器なんですね。あのランチジャー的な。そうですそうです。それのちょっと本格的な大きいのだと思っていただければいいですね。すごいわかりやすいです、これね、煮込みとかおでんとかスープなんていうのも、あのお鍋でね一度煮込んでもらって、それをですねこのジャーに移し替えてですね、真空状態で保温できるという商品なんですけれども、そのまま真空状態で持ち運べて、料理にゆっくりゆっくり熱が入っていくので、ガス代の節約もできてですね、3時間あったかいまま保てるという商品なんです。いやこれは嬉しい、お外であったかいもの食べれるって嬉しいですよね。結構嬉しいですよ、そして第1位、紀州漆器さん、あの和歌山の紀州っていう地方とね、同じ感じの紀州の漆器で、桜型2段オードブル重箱という商品、こちらアマゾンで税込み3300円のものです。こちらはですね、桜の花の形をした重箱なんですね。かわいいな、見た目かわいいんですよ。で中に五角形の仕切りがあるので、あのお弁当詰めるの苦手なんていう、ね、方でも、仕切りがあるから楽々詰め込むことができてですね、あの色もね、お重がピンク色のお重なんですね。かわいい。なので何を入れても華やかに見えるというですね、あのお母さんも嬉しい、そしてお料理がちょっと苦手だななんていう方にも嬉しい商品です。いやちょっとテンション上がりますよね。そうですね、可愛いっていうのがまずね、やっぱりね、どんなね器に入れるかによって見た目がね変わってきますから。そうですよ、食べる時も楽しみですよね。そうですね。いや今回ねこの3つ3品、あのご紹介をいただいたんですけれども、まあ、実際に、まあ、ちょっとすぐに取り入れてみたいかなって私が思ったのは、このワンタッチビールサーバ ー、 これかなり気になります。お酒が ねすごく好きなので、またこうお外で飲むビールって美味しく感じるんですよ。持ち運びができるしいいですよね。そうですよね。で実際こうね、まあ、振る舞うっていうところを考えると、桜型のこの重箱、いいかなって。これね、しかも仕切りついてるんですよね。そうですそうです。それ大事ですよ ね、ずっと使えますしね。こんなね、そんな外で食べるっていうところで、まあ、ちょっといろんなグッズに頼ってみても、またこと楽しみがね、そうですね、増えますよね。いい天気でね、空気も綺麗なところで、家族みんなでご飯を食べるとかね、お友達とかね、キャンプするなんていう時には大活躍の商品ですね。いやぜひね、まあ、この機会に皆様もちょっと外で食べる用の、まあ、こういったね重箱とか、ね、アウトドアグッズ、そうです ね、お庭で食べてもいいですしね。いいですよ ね、ちょっと気分変わるんですよね。これってね、ぜひね皆様も取り入れていただきたいなと思っております。ぜひありがとうございます。以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さてこのコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛です。この楽曲を聴けば婚活や恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋がセレクトさせていただいた楽曲を紹介し、毎月2回放送ともかけさせていただくコーナーです。今回はですね、ドリームズカムトゥルーさんの嬉しい楽しい大好きという楽曲を、素敵な曲ですね、選ばせていただきました。はい、ご存知ですか。よく聞いてましたあの、まあ、この楽曲多分ねご存知の方多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと 春っぽいなっていうか、明るい感じの曲ですしね。そうなんですよ。メロディーラインがねすごくこうなんていうか、こうスキップしたくなるような、爽やかな感じもしますし、まあ、選ばせていただいたっていうのと、まあ、ちょっとね恋愛というところで、まあ、少しねこうなんだろう、前向きな気持ちで、確かに、聞いていただけるかなっていうのもありますし、まあ、嬉しい楽しい大好きですからね。いいですよね。はい、ねなんか楽しい恋愛といいますか、あのワクワクする恋愛みたいなイメージの感じですよね。そうなんです。
まあ、楽しいっていうのも大事ですし、嬉しいっていうのもね、やっぱりこう前向きかなっていうところ。そうですね。なんかちょっとこう詩の中にですね、まあ、ちょっと恋愛とは別のものを感じると、恋愛以上のものを感じるっていうフレーズがあったりするんですけれども、これってなんだろう、すごい大事かもってなんか個人的にそこのフレーズに惹かれましてですね、はい、ちょっと今回は楽しい気分になっていただけたらいいかなと思いまして選ばせていただきました。改めまして、今お聞きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されてらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスをしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはですね、はい、これまで男性と交際したことがないということがコンプレックスだった女性のお話です。はい、まあ、当時29歳だった女性なんですけどね、あの女子校そして女子大を卒業していて、ずっと女性に囲まれてた。はい、職場はというと、小さな会社でですね、既婚者ばっかりっていうね状態だったんですね。なるほどね。だからね、出会いもなかなかないし、初対面の男性と話すことにもあんまり慣れてない。そうですよね。だからこそ婚活にも勇気が出ないと。わかります、ね。でお友達がですね、心配していい方を紹介してくれたこともあったそうなんですけど、あの相手からのねメールを待つっていうスタイルだったので、自然とメール来なくなっちゃったって言うんですね。でもね、わかんないですもんね。そうなんですよね。どうしようってなっちゃいますからね。わかりますよ、すごく。だからね、彼女は、はい、まずは自分に自信をつけたい、そしてね、婚活始めたいけどどうしたらいいかわかんないっていうことで、はい、私が主催する愛され飯レッスンに参加したんですね。でね、レッスンに参加してから、はい、あの個別でねカウンセリングをするっていう時間があるんですけど、そこで彼女と話をして聞いていたらですね、はい、彼女の本当の悩みはこれまで29年間、はい、お付き合いしたことがないから、はい、まあ、お友達との恋愛話っていうのも苦手で、恥ずかしいから今まで彼氏いなかったって言えないっていうことだったんですね。でもそうですよね。まあ、確かにね、あの誰でも初めて交際するっていう経験って、ね、はい、通り過ぎていくものですので、はい、恥ずかしいことではないんですけどね。わかります。でもなかなかね言えないって、根底に自信がないからなかなか言えないっていうことがあるんですよ。あ、なるほど。奥さん的にもそういうふうに感じたってことですよね。そうなんです。自信か、で愛され飯のレッスンでは、はい、あの料理の実習をするっていうだけじゃなくて、まあ、こうやってね個別でカウンセリングを行うっていうことを、うんうんうん、あのやっていますので、はい、その時にですね、彼女に3つ提案してみました。でまずはですね、はい、これまで苦手だった料理を作れるようにしましょうって、それで自分に自信つけましょうねっていうこと、うんうんうん、これ一つ目、はい、そして二つ目に、あの恋愛をしようではなくって、まず男性のお友達作るぐらいの軽い感覚にしませんかって。ああ、なるほど、うん、でそれだったらまだちょっとハードル下がるじゃないですか。そうですよね。そこから始めましょうよっていうこと、はい、そして三つ目、 SNS に作ったお料理をアップしてみましょうと、はい、いうこと。この3つだったんですね。自信をつけてもらうために。そうなんです。でね、まずは、はい、あの簡単なすぐに作れるようなお料理から挑戦してもらって、はい、できたっていうのを繰り返してもらったんですね、はい、できたできたっていうのを繰り返していくと、あ、簡単なものでもいいんだ、作れたら嬉しいんだっていうですね、あの感覚が身についていって、はい、自分に自信がちょっとずつついていくんですよ。でさらにですね、はい、SNS に写真や料理の写真アップしましょうねっていう提案ね、はい、しましたけれども、これね、写真アップし始めるとですね、はい、なんとなかなかいいねがつかないんですよ。最初はそう、うん、わかります、ね、すごい。そうなんですよ。ですよね。でなんか本当だったらいろんな人に見られちゃうんじゃないかなっていう心配があると思うんですけど、はい、あれ私意外にいいねとかつかない、みんな見てくれないものなんだ、あれ
っていうことを感じてですね、うんうんうん、それをねこうお知らせしてくれて、彼女から聞いたんですけど、そうなんですよって、みんなねあんまりそこまで人のことをずっと気にしてってしてないから、あんまりそこまで人の目気にしすぎないようにしましょうねっていうことを言ったんですね、はい、あそうなんだと、そんなに気にしなくていいんだっていうことを彼女が感じ始めたんですよ、あんまりにもね、はい、それがびっくりだったみたいで、じゃあ友達に話しても大丈夫かもしれないという風になっていて、意識が変わってですね、実際にお友達にも、今まで実は彼氏がいたことがなくってって話したんですね、そしたらあそうなの、へえ、じゃあ私紹介しようかって言ってくれて拍子抜けしたとなるほど、うん、なんかそこからね、うんうんうん、何人かが、はい、お友達とか知り合いとか、はい、いい人紹介してくれるようになったんですけど、まあ、最初はさすがに自分から、ね、男性をメールでちょっと、はい、一緒にね、お茶でもしませんとか、なかなか誘えないということを言っていたんですけれども、料理をどんどん続けて、はい、で SNS にアップしてっていうのをずっと繰り返していくことによって、自分に自信がついたから、はい、自分からもメール誘えるようになったんですね、すごい勇気出したんですよ、すごいことですよ、そしてね、はい、そのねお友達になった男性にも、はい、いや今まで彼氏全然いたことがなくってって普通に話せるようになってですね、うんうんうん、恋愛に対してもどんどん前向きになれたと、すごいな、そうなんですよ、やっと婚活のスタート地点に立てたっていうことで、はい、彼女もね自分がまさかこうやってね、人に全然喋れるようになって、男性のお友達も普通にできるようになって、生活が変わると思ってなかったってびっくりしてました。いやちょっとね今青木さんのお話の中でまあ、3つポイントがあります、自信をつけてもらうためにっていうお話があったじゃないですか、まあ、こう料理を作って自信を つけましょうっていうのも、あ確かになって分かりましたし、まあ、男性の友人作ってっていうのもすごくね、納得できたんですよ。で3つ目のこの SNS に写真を料理の写真を載せるっていうのが、果たしてって思ってたんですよどういうことなんだろうってちょっと3つ目気になってたんですけど、そんな 裏というか裏設定じゃないんですけど、そうなんです、こう意外と人は見てないよっていうのを気づかせるためにっていうのもあるんだなって思ったら、青木さん作詞だなって思っちゃいました。いや、やっぱりね中にはね、はい、人の目を気にしすぎちゃうっていうね、女性いらっしゃいますので、はい、まあ、そこまでね気にしなくてもいいんだよって、自分のことを普通に喋った方がいいじゃないっていうのに気がついてほしくって、はい、それでねSNS じゃあ試しにやってみたらって進めてみたんですよ。いやーすごいですねいやもう青木さんもねすごいなと思いましたし、このね女性の方も本当に、まあ、自分自身前向きにね勇気を持っていろんなことに取り組んでたっていうのがすごくね、響くかなっていうふうに思いましたので、やっぱね自分で恋愛に対しても料理に対してもハードルを上げすぎちゃっていると、うん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 、自分でハードル上げてそこにたどり着かない、どうしようってね慌てちゃったりとか悩んじゃったりしますからね、はい、そうですよね、ね、ぜひこれから頑張っていただきたいですよ ね、 ですね、応援しております、ありがとうございました。皆さん今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいとお考えの方は、ぜひ愛され飯協会で検索をしてみてください。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さんもうエンディングのお時間でございます。今お聞きいただいております婚活料理番組愛され飯上がれは、毎月第2第4火曜夕方6時からお送りいたしております。ぜひ皆さん次回もお聞きいただければと思います。由美さん今回はいかがでしたか。そうですね、やっぱり手洗いうがいをねしっかりして料理に取り組んでもらいたいなと思います ね、 ですね。で私のね青木由美の SNS とかインスタ、こういったものでもお料理の写真、はい、作り方アップしてますので、ぜひチェックお願いします。お願いいたします。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。
皆様のお相手は青木由美と佐々木千明でした。では皆様、愛され召し上がれ。皆さんいかがでしたか？愛され召し上がれ。ぜひチャンネル登録お願いします。